りました。もう今日はね、2人で2人でやりましょう。もうバシバシ盛り上げて、バシバシでね、30秒に1笑い、これをもう、ね、今日はね、皆さんもどんどんコメントして参加してください、うん、お願いします。お願いします。2人って新鮮って書いてありますけど、実はね、2人で出たらいいんじゃないっていう声がもうすごい多くて、もうメールがすごいもんね。いや、もうすごかったね。ほんまに2人で出なよって、もういいよって、いい意味で、いい意味で2人で出ないよって言われて、ね、まあまあね、けどうちのこうみんなね、スタッフ頑張ってるし、頑張ってる、いい意味で、本当に、ね、みんなが面白いってことを伝えれたんじゃないかなって。いや、本当すごい言われるの、ね、面白いって、うん、本当にだから、本当にね、面白ホストクラブだもんね。いや、もう本当にそうだから、面白ホストクラブ。今日はなんかどういう感じでいきますか。今日はね、はい、お店に、うん、メールで、メールで、はい、キャストに対する質問がすごく多いの、うん、はい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 、そうだね、なんか無難な、何々くんってどんなホストなのとか、いろいろ何々くん最近見ないけどどうしたのとかもあるし、その中で一番多いのがシュウヤピーに対する質問がすごく多いの。マジで多いから。嘘、ほんまにほんまに嘘だ。ほんまに、しかもシュウヤくんに答えてほしいみたいな。いやいやいや、いいよ。中にはボコボコにしてほしいみたいな質問とかもあるし、それをね、まあ匿名やけど、うん、名前はあえて伏せさせてもらうけど、うん、ちょっと紹介しようかなって思って。あ、はい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 、はい、だから、まあ、見てるみんな楽しみにしてほしいなと思って。メールでね、メールもそうだし、Facebook とかね、いろいろこうね、メッセージがね、直接言われてるとかもあるしね、だから、まあまあ楽しみにしといてくれたらいいなと思って。いや、本当ですね、頑張っていきましょう、本当に。なんかこう、質問っていうか、なんかコメントでひどい問い合わせって書いてあるけど、そんなひどい問い合わせではないよね。やっぱりまあいろいろ聞かれるけど、やっぱり髪の毛のケア、ケアに関しては、そうだね、まあまあ、すごい聞かれてるよね。アイロン使ってるって、アイロンは使ってないよって僕は。トリートメントってどこのってね、めっちゃ言われるしね。言われるんでね、本当に。なんでボタン1個止めたのって言われて、パッと今モニターで自分見たら、むちゃくちゃ働けてるやんと思って。むちゃくちゃワイルド半端ないじゃん。だからボタン1個止めたのよ。いや、店から5分でこう早歩きで来たから、もう汗がすごくて暑くて、で1個開けてたんやけど、歩きざまにもう女の子キャーキャー言ってたよ。めっちゃいっぱい男歩いてるけど、服着てる意味ないじゃんみたいな目線ですごい見られてたから。やっぱ開けすぎはダメよ。昔先輩で、これ名前出していいか分からへんけど、はいはいはい、シュートさんっていう先輩がおって、もう出してるの。シュートさんも、一回シュートさんのモノマネやるね。これが普通のシャツなんよ。でシュートさん、一個しか止めてなかったからって。はい、つってビール飲むぜみたいな。いや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 、いやもうええやん。もっと、いやもう開けてええやんみたいな。こう裸けてええやんみたいな。そうそう。みたいな人とかおったから、その影響がやっぱ強いよね。まあそう、なるほどね。強いよね。シュートさん、シュートイズムを。そう、シュートイズムを。継承してる。そうそうそう。俺は正統派のお前伝承者やからね、そういうところ。なんか男のさ、その変なところって言えばいいんかな、女の子で大体ボタンアホみたいに開けて歩く人なんか絶対いけないやん。いない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 、いない、男だけやろ、見てみろやみたいな感じで、ただ熱いだけやけどな、みたいなのをすごい俺は大好きやん。わかるわかるわかる。そうそうそう。
まあ、ということでね、はい、はい、質問コーナー、うん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 、はい、やりますか、やりましょうか、やりましょうか、はい、じゃあ、店にね、はい、どのぐらい前かな、だいたい面白質問を何個かピックアップしてきたんだけど、はい、はい、はい、まず、ね、6月の頭ぐらいかな、はい、頭ぐらいに来た、多分これ男の人からの質問やと思うんだけど、はい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 、なんかノストラダムスの大予言やマヤ文明の人類滅亡の時、多分2012年の12月のこと、去年のことを言ってるんだけど、うんうんうん、の時にシュウヤさんは何をしていましたかって質問が来たんですよ。頭変な話ちょっと言っていい？聞かれてるよこの質問は。なるほどね、うん、なるほどね、うんうんうん、言われるっていう質問が来てるから、まずノストラダムスの大予言の時何してたの？1990X年、あ、あったね、うん、北斗の拳の世界ではもう核戦争が起きてるよ。うーん、落ちてた、落ちてた。中学何してたの？初回説教。え、いくつの時？分かんない、ごめんごめん、もう全部、あー、いや、あー、もう事前に聞いときたかったわ。傷つくかもしれんけど、めちゃめちゃ滑ってんだよ。普通に。え、どういうこと？初回説教って。いや、嘘嘘嘘。ノストラダムスの大予言あったやんか、ほら。え、本当に答えていい？うん、ほんまに答えていい。今、ほんまに何をしてたの？今、受けなかったけど、うん、ボケたんだけど、うん、本当に答えていい。うん。多分、本当に俺結構そういうの信じてたから、多分、地元のそのホームセンターみたいなのに、うん、あの、カンパン買いに行ってたね。あ、おや。いやいや、ほんとほんと、ほんと、これはマジだから。マジでマジで。あ、そう、うん、そうそう、怖いじゃん、やっぱ。いや、怖いよ、もう備え、備え大派だから。みんなもね、見てるみんなも多分分かると思うけど、あの、ノストラダムスの大予言の時、めちゃ怖い、2000年になる時、めちゃめちゃ怖くなかった？あった、だって末尾が00で、うん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 、コンピュー、世界中のコンピューターがバグるって言われてたもんね。めっちゃ怖い、多分見てるみんなもめちゃめちゃ怖かったと思うよ。ほんまに。え？じゃ結婚したのって書いて。社長結婚したの、社長結婚おめでとう、よろしく。怖い、怖っ。結婚はしてないです。結婚してないです。なんやったら調べてくれてもいいぐらいね。いや、本当にね、最近ね、根も葉もない噂が妙に立つ、うん、ね、ほんまに。別にええやけど、別に全然いいや。ノストラダムスの話にしよう。しよう、ノストラダムスの俺のこういうなんか話とかええから。個人的な。ノストラダムスは、その2000年になる時につれて、俺の周りもめちゃくちゃビビり倒してたからね。俺も実際ビビり、だから今から13年前、13年以上前か、うん、ちょうどちょっと、うん、だから俺らがいくつ、17、そうだね、同じですからね、17ぐらいの時やね、うん、何してたから、そんな前、そう、そんな前、ノストラダムス。社長は何してたの、逆に。え、何してたの、俺当日。俺は、ほんまにやらしいことを多分してたと思う。最後やから。最後にやらしいことしたと思う。なるほどね、なるほどね。なんか、いろんなこと言ってるやつがおった。もう、ほんまに、俺となんかおもろい話じゃないけど、なんか、おうおう、好きな女の子と、しながら死にたいとか、滅亡を迎えたいとか言ってるやつもほらおったし、あ、言ってるやつがいたの、言ってるやつも、わかる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 、いる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 、いろんなやつおったよ、うんうんうん、好きなことして死にたいとか、うん、あったかなと思う。俺はほんまにしてたの、実際やらしいこと。やらしいことって何って書かれてる。やらしいこと、わかるやろ。間違いない、はい、ということでね、なんか大してね、反響もなく。てか、ここに流れるコメント出ないんですけど、なんか、ここの、あ、画面に、あ、そう、うん、はい、ありがとうございます。はい、はい、ということでね、はい、はい、続いての質問いきます。はい、はい、え、ディズニーシーから見てます。え、どこに書いてある、すごいの。え、ディズニーシーのあの大型モニターに映し出されてんの。すごいな、わわ、すごいじゃん、わしらも有名になったね。有名になった、ほんまになってないけどね、絶対ね、変な話、うん、面白放送やから、
毎週金曜日の6時からディズニーシーで流れるようになるかもしれんよ。もうこの先行ったら、うんうん、ありえん、全然ありえん。俺らディズニーのさ、ミッキー T シャツとか着ようか。これつけて、これつけてみようか。つけてやつとか、変なやつつけてみようか。子供は泣くやろうけどね。あの人ら何言はい、ということで、続きます。続いてのね、はい、質問行きたいと思うんですけど、うん、これはね、多分こと、今月、うん、最近来た質問やと思うけど、うん、シュウヤピーは、うん、思春期や発情期が一切なかったと聞きますが、うん、犬の交尾を見た時どう思いますかみたいなわけわからん質問は。どんな精神状態でこれを聞いてるの俺。いや、俺も全然わからないけど、これを聞いた先に何なんだろうね。多分ね、シュウヤ君のファンは男の子多いよ。そうなのかな。なんか女に見てんじゃん、髪の毛が長いし。ありえないよね、うんうん、え、何、思春期や発情期が一切なかった、うんうんうん、それはあるね、うんうんうん、今でもやっぱりすごい神秘的なものって捉えてるから、うんうんうん、あ、思春期とか発情期が、そう、もうすごいやっぱり、うんうん、神秘的な、本当に神々しいものって思ってるから、うん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 、どういうノープラン。いやいや当日急に言われるだって、うん、いやけどこの人は真面目に聞いてるから、うんうん、どっからほら地方の人からはい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 で、なんかね、うんうん、逆に俺が思春期とか発情期の頃はほんまに結構ね、変な男の子だったね、うん、変な地区やった。元々は、大阪住んでた場所が、うんうん、あのね、思春期とか長崎に住んでた。あ、長崎ね、うん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 、だから変なチップやったから、うんうんうん、なんかほんまに、なんか全員がね、ほんまに、猿みたいな猿みたいなね、本当に面白い猿がいっぱいおった。面白猿、面白猿がいっぱいいた。そうそう、誰も手なずけられへん面白猿の集まりやったから。犬の交尾を見たときどう思ったか。うん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 。あ、でも、うん、なんかこう初めて見たときに、うん、こう目頭が熱くなった。うんうんうん。なんかこうね、うん、やっぱ親のセックスを見るのとはまた違った。うん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 。膝がガクガクした。犬の交尾見たときどう思います。思いましたか、うん、膝がガクガクでした。けどなんか犬ってさ、言葉も通じひんし、もう分からへんけど、だいたいメス犬ってさ、はい、ちょっと乳首がこう立ってたりとか。わかるわかるわかる。あ、ほんで、分かる分かる、妙に懐いてくる時とか。あるある、すごいある。なんか犬の、まあ、匂いが異様にちょっと強めの時とかあるやんか、うん、ね、この時分かるよね、発情期。まあ、わかるわかるわかる、わかる、え、動物飼ったことある？動物は、うん、いっぱい飼ってた。鳥とか面白い。白い鳩、鳩鳥、平和の感じで。いや、ほんまに、もうすごい、その、なんだろう、平和が大好き。大好き大好き、本当に、うん、すごい大好き。うんうん、まあ、多分わかると思うけど、すごい平和が好きやから、うん、ほんまに白い鳩飼ってたの。本当に、うんうんうん。で、朝一、俺が学校行く時とかに鳩を放つのか、うんうんうん、そうそう、ほんで、夕方戻ってくるの、うんうんうん、ほんで、全然、いつかな、夏休みぐらいの時に、うん、夏休み朝って、まあ涼しいけど、うん、多分昼ぐらいだったらめちゃくちゃ暑くなるやんか、うん、ほんで、あーって夏バテしてないかなって、こうやってバーって見てて、ほんなら、なんか向かいの家のテレビアンテナみたいなのに止まっとって、戻ってこい、戻ってこいって、怖いって、ばーってしたら、ほんまに、俺の腕にパッて塗ったの。ここに、うんうん、もうこうパッて、鷹みたいな。パッて時計見て、ちっちゃい声で、ね、鳥が、鳩時計や。そう、いや、うまい。それすごい、賢い、結構賢い、賢い、賢い、賢い鳥だったね。手なずけでだからね。はい、まあ、質問とかあったらね、うん、どんどんちょっと書き込んでください。うんうんうん、そうだね。一回ちょっとね、エンジンを入れ直すんで、うん、
CM 行ってください。面白企画あるよ。あるよ、お願いします。君は僕のことどう思ってるかわからないけど、僕は君のことが好き嫌い好き嫌い好き好きだろうかハニー。フェイトのフェイエロモンたっぷりなフェイトのイ、いろんなキャストがフェイトのと豊島園で僕とアクシはい、はい、CM 明けましたんでね、もう、いろいろ質問はあったんですけど、うん、来週はね、もう事前に考えてもらおうと思ってそういうことをどんどんしていこうと思って。何これ、なんかね、僕がね、うん、やっぱり、30だから分かると思うけど、うん、こうやって2人で話して、うん、このフリートークをしてて見ててやっぱり一番面白かったのってダムダムさんがね、うんうん、本当にね、ハガキのコーナーとかね、多分今の平成生まれのがあんまりピンとこない子いるけど、うん、本当にやっぱり憧れてた。2人で話しててそれを見て笑ってくれる人がいたら、うん、そんなことはないな笑いが大好きだから。いやあれ面白いね。今でも全然見て面白いし。全然面白い。うん、でホストもさ、お笑い好きの人多いもんね。多い多い多い。女の子もね。女の子も全然多いしね。うんうん、うん。ある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 。でなんか喋れてなおかつ男前っていうのがなんかええやん。うん、そうそう。ホストとしてね。そう。うん、なんかうちの店そんな子ばっかりやけどね。いや本当喋れる子ばっかり。うんうん、この前もね、AJ のね、うん、子たちを全員連れて、8人でね、ラーメン食べに行ったんですよ、うんうんうん、ラーメン、うん、各所に結構広いお店があって、うんうんうん、個室で、うん、長いカウンターがあって、4対4でこう食べてて、うんまあ、普通に食べて解散してもしょうがないから、うん、じゃあ1人ずつ、小話出していけようって、うんうんうん、ものすごい嫌な先輩、うんうん、普通に西も普通に飯も食わしてもらえないんですかみたいな空気が出てたけど、お構いなしでね、一人ずつ話してって見て、やっぱ結構面白いこと言うんだよね、順番に話してって、本当に。で、まあちょっとね、名前あげるとちょっとね、かわいそうなんであげないですけど、ちょっと僕がサイバー系でインテリなんで、サイバーインテリをしてたんですね。そうそうそうって言ってる子がいたから、じゃあちょっとその話出してみなって言ったら、いや僕は実は昔、プログラミングしたんですよ。でプログラミングしてて、プログラミングっていうのは機械の中のシステムを作っていくんですよ。なかなかできることじゃないよね。なかなかできることじゃない。うんうんうん、でそうかそんでそんでって言ったら、はい、終わりですよ何終わらしとんの。なんで終わらせて。いやでもなんかもうやっぱり好きだからみんなのことが、なんか俺は笑ってしまった。可愛くて、うん、なんかさ無理やりオチとかつけなくてもいいけど、わかるわかる、オチつけれたらもう魅力グッてますよね。魅力グッてます、魅力グッてます、ほんとほんと。でほら東京の芸人さんとかでもむちゃくちゃ面白いやん。まあ、やっぱり西の芸人、うんうん、東の芸人みたいなんで、うんうん、なんか分かれてるよ、うん、番組とかもやってるし、まあほらダウンタウンとうっちゃんなんちゃんみたいな。ああそうだね、そうだね、うんうんうん、どっちかっていうとだからうっちゃんなんちゃんの方が好きなんじゃないの。いやでも、うん、いや俺はダウンタウンだったね。ダウンタウンの漫才を紙に起こして友達とやってたからね。それを友達の前で披露してこんなに面白くないかっていうことに気づいたし、俺けど変なおごりかもしれんけど、
俺小6ぐらいの時ダウンタウンと張ってるぐらい思ってたからね。いやあの絶頂の時にダウンタウンが俺の面白い、いやこれまず冗談抜きでこれ今あえて言わね、今やから言わせたのとダウンタウン張ってるって思ってたから、面白さはほんまに、うんこれは嘘でも何でもないのよ。え、それ自分が、小だから本当に小6、ほんまに覚えてる小6ぐらい、12、3だよね、12ぐらいダウンタウンに謝れって書いてあるすいません、見てたら謝りますいやけど、ほんま合ってるぐらい思うんだからね。いや、でもそういう社長がすごい好きよ。え、そういう時あるやん、なんかあるあるある、ある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 、すごいある。誰にも負けてないって思ってまう時あるある。あのね、あの俺が地元が静岡でね、静岡の友達30だから結婚する人いっぱいいるじゃん、で結婚式行った時に仲のいい友達には言ってんの、あのホストクラブとかバーとか歌舞伎町でやって頑張ってるんだよって。で、もう結婚式行った時にちょっとちっちゃくなったのかな、50〜60人ぐらいキャパだったんだけど、でその中の2、3人とか3、4人にだけ言ったの、ほんと仲良かった高校生のメンバー、全員知ってたの俺が歌舞伎町で働いてることを。あ、そう、行った時にすっごい盛り上がっちゃって、うわ来てよ来てよって言って、話してって、まあ、ちょいちょい話すじゃん、でたまには爆笑とかもあるじゃん、ホストするって時は周りから反対されたりした？いやされたね、なんかわかんないけど、なんかもう殺されるって、殺されるでしょ、爆笑から、どんなイメージって思ったけど、俺もそうね、俺もむちゃくちゃ反対された、もう身内も全員、けどなんか嘘ついて働くのはすごくもっといい。わかるわかるわかる、だからもう俺親にも全部言ってるもん、だからまあまあ親にも話したし、いとこにも話したし、もちろん友達とかにも話したし、けど全員反対するよね、やっぱり男が水商売することに対して、しかも田舎やから、もうよりもう断固反対みたいなね、もうストレーキ起こすんちゃうか、いや本当そう、勢いでね、反対されるもんね。あるある。でもね、俺の親はあのお母さんです、あの片親だけど、お母さんはやっぱ地元でもスナックみたいになってるから、そこら辺もすごい寛大に、あのね、あの美人ママね、そう美人ママ、それはいいわほんでその結婚式行った時に話してすごい言われるの、話すじゃんちょいちょい、でそうするとクラスで結構同級生同士で結婚してるから、クラスでとかいっぱいいるのよ、そして俺この高校生の時とか全然クラスで笑い取るタイプじゃなかったのよ、めっちゃ暗いタイプだったから、だからそのクラスの人気者で一人はいるじゃん、めっちゃその輪に入ってきて、歌舞伎町のホストより俺喋れるんだぜ、そいつが感じで言ってないよ、言ってないけどっていう感じでむっちゃ話しかけてくるのよ、むっちゃその地元の親戚のおじさんの話をめっちゃ出してくるの、もうかなりこの話は使ってるなっていう感じの、何回も言ってきたなっていう、かなり構成がしっかりしたエピソードトークを出してくるの、俺ね、けど地元じゃね、そんな、ぶっちゃけ、あの小学校の時は面白かったけど、ある程度、その、なんか、いろんなもんが邪魔して、あんまり面白いことは言われへん時期とかあるやんか、強がってたりとかする時期とか、俺、だから、地元ではね、あのまあまあ、中の上ぐらいの面白さが、もっと面白い子がいっぱい出た、本当に先輩とかもむっちゃ面白い先輩がおったりとか、一回ほら、俺の地元の後輩が1日だけ働きに来たことあったの。ああ、はい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 、あったね。あの子とかもめっちゃ面白いの、ほんまは。だから、あんまり自分面白くな、そんな言うほど面白くなかったみたいな。周りの子とかの方が面白かったとか、なんかね、そのタイムリーなギャグをめちゃくちゃするから。なるほどね。そう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 、ほんまに、やっぱ小中高ってこう、やっぱり、クラスの人気者みたいなキャラだったでしょ。なんかこれクラスのこのなんかな、場を作る人っていうかいたじゃん、そういう人、俺はなんかそういう表立って目立つ人がすごい憧れてたから、本当に書き込みにもあるようにもうエロだから、エロキャラでむっくりむっくりだったからね。俺はクラスのお
女子の女の子のリコーダーを舐める天才やった、うんうん、天才、それで人気者になったもんね。縦笛、そうそう、縦笛舐め、女の子は言われてたもん。いや、私らまで舐めてくれるのみたいな。誰もでも舐めたんだよ。もう本当にすごいね、うん、暴れん坊じゃん、うん、すごい。ちょっとそこそこ人気のある女の子はやっぱ照れるよね。照れるよね、照れるよね、そんな人気のない地味な女の子はもう心臓をバッこう押さえてたもん。こうこう自分でこうやって私のもう舐めてくれるのみたいな。てかそいつはいろんなリコーダーを舐めてるんだからそんな喜んでんなよっていう。それ差し引いても嬉しかったんだ。やっぱり俺はそのクラスの人気者の女の子のリコーダーの先をクラスの、うん、あのメガネ男子のリコーダーの先とゆなゆな取り替えてた。匂いで分かるやろ。さっさっさっ、ピケてくんの。博士、博士の匂いだ。なんか臭っみたいな。で、そのメガネの子はお、なんかイチゴなんですね。イチゴが歯磨いてます。絶対ね。シュウヤピーに質問です。はい、生まれた瞬間どう思いましたか？って書いてある。うん、答えていい？うん、いい。ありがとう、うん、お母さんありがとうって思った。質問してほしいよね。いや、でも質問が来てくれたら、うん、今、うんうん、生まれた瞬間どう思いましたか、うんうんうん、って言われたら、うん、言われたから、うん、ありがとう、うん、俺にもなんか質問してほしいな。俺の好きそうな質問してうん、なんか面白い質問してよ、うん、あ、じゃあこれあのちょっと社長に切り替えていただこうか、うん、社長に質問で、うん、生まれた瞬間、うん、この世に、うん、生を授かった瞬間、うんうんうん、どう思いましたか？え、おかんめっちゃべっぴんやん。嘘でも美人っぽい。いや全然、うちの母親は俺の、うん、真逆と思ってもらったり、真逆、俺ともうなんか好きな女の子の髪型は子供は好きですかとめっちゃ来てる。子供は大好きですね。好きそうだよね。めっちゃ好き、めっちゃ好きそうだよね。俺家の自分の家の横の子供と超仲良しよ。うん、ほんまに俺携帯落としたほんまにこの前もそうやけど、こうめっちゃ急いでて携帯落とした時とかでも、あ、黒い携帯落としたって言われてパッてパッて見たらほんまに黒い携帯落としてて、取った後にありがとうなー言って、実はな、俺2個持ってんのって携帯持ってんのって言ったら、ほんならその小学生の小4やねんの子が2個持ってることに対してめっちゃ大人って言ったら、その子が大人だけど、もうそもそもその発想が、いやね、求人用のさ、お店の求人用のとか業者用の携帯と、うん、普通の携帯、ずっと昔から持ってる携帯2個も見しただけで、うん、めっちゃ大人みたいな。もうもう家ほら、家とかを出るときとかカレーの匂いとかしたりとかするんだよ。あれほんま事実やけど、やっぱ人間ってカレーの匂いに誘われるよね。あ、それはあるね。別にさ、なんか例えば魚焼いてた匂いとか別の匂いとかでも何も思わへんのよ。けどカレーの時だけ、あ、今日カレーやって思う。なんなんだよ。あるあるある、それはある、それはある。うん、すごいあるよ、それ。わかるわかる、うん、ある。はい、ということでね、質問はないようなんで、好きな女子の髪型は、あ、うん、俺ね、うん、でも、うん、なんか、うん、昔から、うん、やっぱり女の子の、うん、何が好きって、やっぱ俺ね、女の子らしい仕草が好きなの、うんうんうん、だから何フェチって言われたら、うん、仕草フェチ、うんうんうん、だからこの髪の毛を、うん、よく髪長い子だとさ、うんうん、こうやってやるじゃん、うん、前にこうやってやってると、こうやって触りながら喋ってるじゃん、うん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 、そんなんとか見てるのすごい好き、髪の耳、うんうん、麺類食べるときとか、うんうん、耳かけてこう食べるじゃん、うんうん、とかすごい好き。だからなんか髪の毛長い子の方が好きかな、うんうん、仕草が女らしくなるから、うんうん、俺はね、なんか年寄りとかに優しい子ってすごい好きやね。
もう何なんかもう今日一日でこう子供好きとか、うんうん、年寄りいやそういうの言っていこうと思ってものすごいポイントアップが半端ない。いや実はね俺のことこの番組で放送してるのほんまに氷山の一角なの。スーパーセント。これで、うん、これでスーパーセント。全然スーパー全然深いよ。まあまあまあ、ほんまに、うん、日本海溝ぐらい深いよ俺は。そうだろうそうだろうね。はい、ということでね、はい、なんか、はい、もう、なんか、はい、質問来たよ。なんか、炎上してる感じがするけどね。もう、質問欄、コメント欄が異様に炎上してるんやけど、なぜ？なんか逆に、うん、なんか俺した。いや、わかんないけど、逆にもうこの炎上でコメントの最高記録今日出したら。もういいんじゃない？もう、ウェルカム、ウェルカム、うんうん。めちゃめちゃ炎上、なんで？俺なんかしたんかな。もう結婚おめでとうがもう結婚してないから。してないのにありがとう書いてくる、ね、質問が来てます。結婚おめでとう全然してないよ、はい、した時にちゃんと言ってね。社長に質問です。盗聴が趣味とお聞きしましたが、うん、盗聴の醍醐味とは何ですか？確かにね、うん、盗聴好きよ。勘違いする人いるよって。盗聴の醍醐味は？盗聴の醍醐味とは？やっぱりやっぱり妄想よね。そのチラ、あれやん、チラリズムに男の子は興奮したりするやんか、はいはいはい、その先行ってるよ。あー、なるほど、なるほど、なるほど。昔なんやったかな、番組でなんか盗聴とかそういうやつをする、何やったかな、なんか何やったかな、番組の名忘れたんやけど、うん、バラエティ番組、バラエティじゃない、そのね、盗聴したりとかする、うん、ドラマみたいなのがあったんやけど、のぞき屋？いや、違う、のぞき屋なんちゃう。そうなんだ、うん、そう俺ら5歳ぐらいで、ね、もうそれを異様に好きやったんですよ。気持ち悪いな、なんかそれ。気持ち悪い。だから、いや、だから盗聴はしたいよね。ほんまにしたいよね。したい。いろんな、うん、いろんな盗聴ではないけど、地元で、うんうん、俺静岡のあと2回ね、うんうんうん、青森、うんうん、おばあちゃんの実家があるの、うん、青森にちょっと住んだことがあった、うん、で、青森ってバカでかい、その、なんていうのかな、うん、行政が半分出してくれてるような安い住宅、うん、市営住宅、都営住宅っていうの、うん、市営住宅か、うん、あって、うん、むちゃめちゃあんのよ、もう何百世帯行ったの、むちゃめちゃでかいの、そこ一帯、うん、よくね、パンツが落ちてんのよ。うん、やっぱ外にかけて干してるから、うんうん、でもすごい世帯数が住んでるから、うん、で結構よくその地元あるあるなんだけど、うん、パンツ拾って届けようと思ってこうやってうろうろしてたら、うん、めちゃめちゃ おっさんに怒られるっていう。何坊主お前パンツ持って歩き回ってんじゃい。めちゃめちゃこれ嫌じゃん。いやこれ拾ったんですよ。それほんまにパンツの話でめっちゃ思い出した、俺の連れの話があるんやけど、名前は言っていいかな、名前は言わなくていいんじゃない、思春期の時に、うん、むちゃくちゃもう興奮してて、うん、もう変な話、1日に10回ぐらい血出るまでしこるみたいなやつがおったんやけど、いや、俺そいつにお姉がおって、あ、まあ、言って、俺、うん、なんつって俺に言うてきて、学校の時に言うてきて、ね、中2ぐらいの時にこんなもんなーつって、お姉にムラムラしてきて、お姉が風呂入った時の脱ぎたてのパンツをすぐ買いたいよっていうのをめちゃめちゃ自慢げに俺に言ってきて、ほんまそれだけはやったらあかんねん。お姉が脱いで風呂入ったらすぐ脱衣所行ってってこうしたいんや、俺すごいやろ。言ってきて、うん、それあんま言わん方がいいで、言って普通に。あるあるある。もう俺今日は絶対俺下ネタ言わないにしようと思ったんだけどな。いや下ネタじゃないやん今のは、ほんまに俺らほら下ネタ嫌いやんか。嫌い言うても、いやこれは本当に、うん、みんなに言いますよ、僕ら下ネタ大嫌いですから。いや本当、全米が引いたって書いてある。ちょっとセンスあるね、絶対センスあるね。そう、そう
聞いてないね。あの下ネタついでに、俺もやっぱあの苦い思い出、うんうんうん、あのやっぱりね、うん、お母さんのお店やり始めてからはだいぶまともになったけど、うん、本当にすごい貧乏な時があったの、うんうん、その時は、うん、めっちゃテレビがね、うん、やっぱり1回に1台しかなかった、うんうんうんなくて、リビングにしかも、うん、今みたいにこの薄いテレビじゃないよ、後ろがこんなでかいちっちゃいやつ、うんうん、ほんで誕生日プレゼントはなんかで、ね、ウォークマン、うん、その当時から MD、うんうんうん、MD 知らない子もいると思うけど、うん、MD ってあったのね。でそれ MD ウォークマン、うんうんうん、でそれにあのいいヘッドホンつけて聞こう、うんうんうん、だからこの結構でかいこういう DJ 用みたいなでかいヘッドホン、うんうんうん、でそれを、うんあのテレビにつないで、うん、AV かけて大画面で AV 楽しもうと思って、うん、AV の画面のこのギリギリのギリギリの距離に顔近づけてこうヘッドホンしてめっちゃ AV 見てたんだよ、うん、盛り上がってすごい臨場感が、うん、半端ないのよ、うん、で臨場感半端なくてうわーって聞いてて、うん、さて今からっていう時にカチャ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 ってこう脱いでたら、うん、あれと思ってパッて後ろ見たらお母さんが T シャツ5枚ぐらい重ねてて、あるよね、あるよ、わかるわかる。なんかそういうのもあるよね。いやね、あれお母さんってどういう精神状態で見てるんやろね。息子のそういうさ、だから思春期の行動を、ね、あのね、親戚のおばさんに聞いた時に、あのお母さんはやっぱ俺が長男だから、そういう性教育はすっごい悩んだって言ってたよ。それこそ俺が実は悩んでたみたいな。そう俺が近距離で AV を楽しんでた、その話もおばさん言ってた、うん、あのうちの息子のこと知ってた、知ってた、めちゃめちゃ恥ずかしかった。俺が20歳ぐらいの時に言われたからね。なんかけど翔也君ってそんなむちゃくちゃなんか性欲が強いように見えないよね。あのこれはもう本当にいいことを言ってくれたね。カラッと系の、なんかほんまの紳士よね。ぶっちゃけうちで一番 AJ の中で一番ジェントルマンだから。いやありがとう、うんうんうん、あでもそれはやっぱり、うんうん、あのこの見た目もそうだけど、うん、まあ黒髪だったりとか、うんうんうん、あのこうほら今だとさ、うん、あのメイクするホストとかもいるじゃん、うんうんうん、ね、アクセサリーをすごいいっぱいつけたりとか、うんうんうん、そういうのは絶対しないようにしようって、うんうんうん、自分の指名でよく来てくれてる人とか、うん、付き合い古い人とか、うんうんうん、やっぱり年上にも年下の人とかすごいいるから、うんうんうん、そういう人にたまたまソロで会った時でも、うんうん、もういつでもちゃんと挨拶できるような人でいたいなって思うからね。なんかそのコメントでね、うん、一見性欲なさそうに見えるけど実はえげつないタイプかっこ大根とかでえ大根とかで大根とか使ってるんじゃないの？もうそれはちょっと行き過ぎじゃない、うんうんうん、大根のちょっと意味の分かんないけど、うんうんうん、大根はどういう風に使うか俺は分かるんだけど、すりおろしたことしかないからほんとに。質問がね、1個来てます、うん、社長に質問です。先日エベレスト登頂に成功したとニュースでやっていましたが、はい、その時の感想は、いや、そんなにあ、そういやいや、エベレスト、あ、社長がね、うんうんうん、エベレスト登頂したんだ、うん、あの、したの成功、うん、したの、あ、したのね、うん、あ、これ、あんまり、言った、報道各局に、あ、それは、あんまり言うの表座にせんといて、うんうん、登頂した人が他にもいるからね、かぶってるからね、産経新聞のちっちゃいところに載ってもうて産業広告みたいなそれでバーッ広まったんだけど、はい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 、あ、登場した時の感想、そうそう、感想、ああ登場、エベレストに行ったこと自体秘密にしてたのよ、これは。あ、そうなんだ、うん、あ、やっぱり産経新聞ね、うん、もうそれ聞いた聞いたそれ聞いたから、うん、その登場した時の感想ね、うんうん、じゃあその調子でこの星にはもう登る山はないのかいちょっと今笑わないよこうって滑った顔しようと思ってるけど、うん、まあまあ面白かった、うん、今引いてたもんね俺を取材しに来たほんまにこいつほんまもんの男やんってこいつが本当の男やんって
まあまあ、あんまりだから公表せんといてねって言うたら、はいはい、はい、でもこのままだから よく知ってたよね、俺は。いや、ほんとほんとだってことほんとほんと、あるあるある、うん、あるある、うん、あるある、はい、ということで、はい、次、シュウヤピーにね、ちょっと質問が来てるんですけど、来てるね、はい、つぶあん派ですか、こしあん派ですかって言ってますよ。うん、うん、もう答え方が狭いなもう二択じゃん。いや、もしけどそれを聞いて、じゃあまあほらつばん派言うたらその子はもうこしあんはもう食べなくなるんじゃない。ああ、うん、やっぱり、うん、でも僕が、うん、実はこれ言ってなかったんだけど、うん、実は一番好きなアニメ作品、うんうん、まあ、ずっとジブリ好きジブリ好きって言って宮崎駿さんに本当背を向ける形で本当失礼だと思ったんだけど、これアンパンマンが大好きなんだよ。アンパンマンはやっぱりコシアンらしいの、うん、聞いたら、そっからやっぱりコシアンだけ食べていこうと、うん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 、あ、コシアン派、やっぱりコシアン派、うんうん、アンパンマンの仲間はコシアンなの。コシアンらしいよ、なんでコシアンなんですかって、うんうん、確か聞かれたんだって、うんうん、ただその作者の人は、うん、アンパンマンの頭ポンと開けて、うん、粒がびっしり入ってたら、うん、気持ち悪いでしょ子供引くでしょ。まあまあね、アンパンマンすごい深いの知ってる？うん、アンパンマンがすごい深いって知ってる？うん、実は残忍やろ。違う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 、さっきの話は全然あれだけど、これ本当本当だよ、うん、ちょっとマジで話していい、うん、あのね、アンパンマンの、うん、作者いるの、うん、柳瀬隆さんが子供に一番教えたいことは何かっていうと、うん、正しいことをしようとした時、うん、本当に誰かを助けようとした時はまず自分が犠牲になるんだよ、うんうん、っていうことを子供に伝えてる。うーん、だからアンパンマン空飛べるじゃん、うん、パン工場で勤めてるじゃん、うん、だったらパンをめちゃめちゃいっぱい持って空飛べばいいじゃん、うんうん、それをなんでしないのかって言ったら、うん、やっぱり、うん、そのこう見てる子供たちに、うん、お腹空いてる人に自分の頭を上げるっていうことを見せて、うんうん、自分が犠牲になった人を助ける、うんうんうん、この精神を、うんうんうん、子供たちに訴えかける。うーん、めちゃめちゃ深くない？深い、めっちゃ深いでしょ。うん、俺それからもう虜になるアンパンマンあそパン、あそパソパソアホやこの人アホやいや嫌いじゃない嫌いじゃないアンパンマンみたいなホストになってください。なってください、うん、なってるもんね。うん、どうだろうね、うんうん、まあまあ、男前のほらアンパンマンのキャラクター誰だ、ほら食パン、食パンマンっぽいよね。本当にバキンちゃんにめっちゃ受けられてる、うんうん、すごいやん、うん、俺は天丼マン上天丼ではない天丼マン はい、どうぞ ね、はい、ね、そういうこともありましたよ。もう一回ちょっと CM、 あ、そうですね、ありがとうございます、CM 行きましょう、うん、はい、CM です。ライバルって必要だと思います。ライバルがいるから今の自分がいるし、頑張って人に囲まれてると自分も頑張れます。仲間って大事や。あ、好きだろうかハニー。
はい、はい、はい、もう最後の CM が終わってて、ね、残りもね、あと15分ぐらい、もう15分、ね、CM 中に爆笑でしたね、もうね、うん、スタジオ揺れてたもんね、揺れてた、もうガラスがビビビビってなって , 笑いすぎて怖いなと思った。 ね、その話を今しろよっていう、うん、そうやね、ね、本当にね、はい、女のね、時間経つの早い、本当コメント通り時間経つの早い、うん、もう最後にちょっともうバシバシ質問して、残り15分で、うん、残り15分で100問答えることを目標にします、うん、全部質問に答える、え、震度何、うん、震度、震度1 1 いや、それでもすごいよ笑いの震度はで1はすごいよ、笑いの震度、そんなこと言ったらもうマグニチュード8.2、うんうんうん、これ嬉しくない？ほら見て、この番組は後で見てもほんまに面白かったみたいな、ありがとう、うん、X ジャパンとラルクどっちが好きですか、うん、俺 X ジャパンのその X の時が好きだった、うんうんうん、わかるかな、これ見てると知らない人いっぱいいると思うけど、うんうんうん、あのやっぱりあの、うんうん、あのドラムやってたんで俺高校の時、うんうん、バンドやってて、うんうん、ヨシキさんがすごかったから、うんうん、本当にもう好きすぎてコルセット巻いてた、ね、そうコルセット巻いて白いヤマハのピアノをパーでもうそんな夢を見ました。ああそう、はいはい、今社長に質問です、うん、今までで二度と味わいたくない、うん、えげつない体験は何ですか、うん、あんまりね口には出したくないかなと思うんで、俺ね、サメにね、追っかけられたことある。もう前もなんか、なんだっけ、会場なんちゃらに追っかけられた。そうそうそう、サメ。追っかけられっぱなしじゃん。そうなんや、そう、うん、サメめちゃめちゃ怖かったね、うん、なんかよく田舎とかにいたら、ほら外を見やから防波堤が高くて、うんうんうん、だいたい10メーターぐらいあるんやけど、うんうん、そっから飛び込むのがなんか妙に楽しかったりとかするんやけど、はいはい、多分今でも飛び込んだら多分面白いと思うんやけど、バーって飛び込んだ時にたまたま連れが、うん、なんかサメみたいなのおるって言って、ほんまにあれこうやって近づいてくるね、こうやって、あ、そうなんだ、うん、まるまる、こうなんかゆっくりこう、あー、はいはいはい、ほんでほんでほんで、だから獲物をほんまに狩るみたいな感じでこう、うんうん、めちゃめちゃ怖くて、うんうんうん、もう逃げたんやけど、ほんまに普通に追っかけられた記憶はある、うんうん、しかもむちゃくちゃ大きかった、上から見た、うんうん、上がって、うんうん、まあ、大してボケはない、何ごめん、今のうちあれだよ、ないないない、これさらっといく、あ、さらっといこう、さらっといこう、俺答えるね、うん、AKB と BB、うん、A どちらが好きですか、うんうん、BBA、 もうこんなこと俺人生で初めて口にするけど、うん、BBA ってババアのことなのかな、せやろね、そうなんですね、うん、でも俺は圧倒的に BBA が好き、うんうんうん、BBA 俺だもうあの大好きであれこそ BBA 大好きでしょ、だけど BBA の人のね、うん、じゃあちょっとここね、うん、じゃ あの今 BBA のするじゃん、うん、BBA の人のこの顎のここら辺をこうやって取るんでんなってやるの、うん、ちょっともうすごい、やめてよみたいな恥ずかしいってことですよね、そういうのチュースせんでええやん思いっきりいくああね、はい、で、ドラゴンボールのキャラクターで何が好きですかって言ってる、ナッパ、ナッパね、ナッパ、ナッパいいよねナッパ、ごめんごめん、そうそうそう、ナッパは多分知ってる人全然少ないから、うん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 、あれ、チャオズ、チャオズ、チャオズ、唯一 Z 選手で超能力が使える、うん、チャオズっていうちっちゃい、うん、俺はね、17号と16号なんか聞いたことあるな、これ16号は俺昔より似てるって言われてほら、振りが好きやから、ほらはい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 、17号はほら、シュウヤ君似てるやんか、はいはい、黒子そうなのそうなのそうそうそう、はい、ね、ほんとね、うんうん、最近ムカついたことは、うん、最近ムカついたこと、最近ムカついたこと、ほんまにタイムリーなやつ言ったのかなと思ったけどやめるわコメント関係ないことだね、あー、オッケーオッケーオッケー、あの、最近ムカついたことは、うん、あの、俺はね、あの某有名百貨店でね、靴を買ったの、うん、靴にすごい俺こだわりがあって、うんうんうん、ほんで、あの、うん、オーダー、まあ、オーダーメイドで靴買うっていうと、うんうんうん、
あのみんな高いイメージ持つかもしれないけど、安いのね、安いやつは、うん、で、安いやつでもオーダーで靴買うと、うん、あの全然違うんだよ。でこの前、うん、あの某有名百貨店で、うん、作ってもらったの、まあ、うん、2万ぐらいなんだけど、うん、オーダーで作ってもらったのね、うん、で、作ってもらって、うん、で、あ、届きましたって言って、うん、で、ありがとうございますで、取り行って、うん、で、履いたの、うん、履いた時の、うん、しっくり感がもう全然違ったの。フィット感みたいな。あ、フィット、悪い意味で、悪い意味で、うん、ワンサイズ小さかったの、うん、もうキッツキツだったの。あ、もう、あれないそれか、むっちゃ長時間測れへんもんね、あんまり、あの、きつかったらだから持ってって、あ、すいませんって言って、うんうん、でも対応がすごかったよ、ほんとすいません、すいませんってずっと言ってくれて、うん、ほんであの、新しいものを交換します当たり前やろうと思ったけどあの中敷きとか、クリームとか、うん、あの、一回あの、ここのかかと擦れたら、うん、ただで直しますの件とか、めっちゃいっぱいくれた、うん、俺がめちゃめちゃぶち切れたからだと思ってもうメデューサみたいな髪の毛ね、ほんとね、はい、ね、コメントいっぱい拾ってくれてありがとうございますって、ね、確かにめっちゃ似てる17号爆笑って書いてある。嘘どこにまあね、ほんとね、だから17号マジ似てるよ。似てるかな。似てるよ。あんま言われたことないけどね。絶対似てる、うん。あ、お二人に質問です。おすすめの映画は。あ、おすすめの映画。おすすめの映画。最近何見たかな。俺はね、映画がもう大好きで、シュウヤ好き、ありがとう、うんうんうん、ありがとう。ね、うん、もういい意味でも悪い意味でも今日も社長のコメントがすごく多かったから、うんうん、すごい俺の名前呼んでくれてありがとう。つかさ、浮気って何に対して浮気しとんの。好きな映画は。好きな映画。好きな映画ね。ある。ね、結構いっぱいあるけどね、ちょっと待って、パッて出てきたやつ言う、うん、言って、パッて出てきた。最近ね、ちょっと待って、最近ね、何見たかな、ちょっと全然思い出せない。全然出てこないじゃん。ちょっと言っていい？ちょっとベロベロなよ。早っ。俺ね、俺がすごい好きな映画が、ね、ビューティフルライフ。ビューティフルライフだっけかな、うん、あ、じゃあ、ライフイズビューティフルだ、うん、ライフイズビューティフルっていうフランスイタリアの映画があって、それがすごい好きで、なん、うんうん、でかっていうと、それは戦争を題材にしたね、うんうん、映画なんだけど、うん、まあ、すごい、途中もうほとんど喜劇に近いんだよ、このセリフ少ないの、うんうん、んで映画、うんうん、でなってて、で主人公の男の人がいて、この人がもうシャレの分かるすごい粋なおじさんで、うんうんうん、んで、子連れ の奥さんがいう子供連れ の、うんうん、あの女の人とその人恋をする話なんだけど、めちゃめちゃいい話なんだよ、うんうん、いい話で、まあ、内容はまあ見てほしいんだけど、すごい感動して、生まれて初めて映画見終わった後にあれ買ったの、あの、なんていうか、あれ、パンフレットっていうの、うん、あの、こういう、あるじゃん、うん、映画の紹介が書いてあるんです、うん、あれ買った時に、俺と、あの、その、監督、脚本、主演が、その人と同じ人、全部、うん、その人と誕生日が一緒だったんです、うん、ええよね、その縁が、縁もすごい感じたの、うん、だから好きな映画って言われたらそれを言うようにしよう。全然落ちなかったわ。全然落ちがなかった。普通に思ったこと言っちゃった今。普通に2人で飲みきてる感じで言っちゃった人ね、うん。はい、ということでね、はい、もう時間もあと、もうあと7分ぐらい。早いね。早いよね。人行為してる女の子ってどう思いますか。自称行為ね。自称行為。自称行為。人行為って絞れたよ。全然ロなん。待って。自行為してる女の子、うん、大歓迎、うん、してほしいよみんな。絶対、うん。別にどってもええけどね。どっちでも。自称行為はやめましょう。うん、本当に。うん。やめましょうとしか言えない、うん、言えないですけど、うんうんうん、それだったらあの話を聞かせてください僕に、うんうんうん、もう全部そのトーンで返します。けどコメントそれ聞きたいって出てるから、自行為してる女の子どう思うの。自行為してる女の子、うんうん、でもなんかね、俺なんでも理屈っぽいタイプだから、うん、理由が必要だから自分に、うんうん、
な、俺が見たあの雑誌に書いてあったのが普通の雑誌だよ、うん、真面目な雑誌、うん、で、なんか後ろの方にちょろっと書いてあったのが、うん、G 行為をする女性の方が、うん、結婚してからの離婚率が低いっていう統計が出てるらしい。なんでなんで。それはやっぱり、うん、性の不一致で離婚する人が多いんだって、うん、日本もアメリカも世界中やっぱり、うん、ほんで、うん、自分で G 行為だから一人エッチだよね、うん、一人エッチする子は、うん、自分の気持ちいいポイントを知ってるから、うんうん、旦那とかとするときにも、うん、自分の気持ちいいところに自分で、G スポットそう、G スポットに自分でこう調整していけるみたいな、うんうんうん、だから、長いこと旦那と床を、うんうん、床を楽しめるんだみたいな感じ。俺は別にほらその G 行為してる女の子に対して何も思わへんけどね。なんかなんだろう、すごい下ネタを真面目に語っちゃったな今、むしろ難しいわ、うん、ね。なんかもうこれすごい変態、うん、変態みたいな。 S と M どっちっていうほらコメント聞いてる。 S だね。S、うん、ド S だね僕は。俺っていい、俺はド M やね。気持ち悪い。ド M の社長と一緒にしたくないマジで。いや、会うてるやん。あ、そっか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 、うんうん、でも、パッと見逆だよ、絶対、うん、絶対 S に思われるじゃん、うん、こんだけはだけてて S に見せて、実はド M。 うん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 。人間不信になりました、なんで。ええやんけ。なんかあったんやろね、幼稚園なんて書いてあるの。あ、ごめんなさい、なんかすごいちょっと、うん、モニターだとね、すごくね、ちょっと下だけ見ちゃった、ごめんね、うん、今16歳なんですけど、幼稚園の時から中3までの11年間ずっといじめられてて、それ以来人間不信になりましたっていう最後の人間不信になりましただけを、うん、ええやんけって返した。すごい失礼なことした、すいません。いじめられてたのね、うんうんうん、あります、そういう時は、うんうん、僕もいじめられてました、めちゃくちゃ。なんかね、その俺、いじめのことについてやっぱりあんまちょっとあんまちょっと考えたりもするときあるんやけど、それはすごいやん。その、やっぱりこういう真面目なコメント言っていい？いいよ、いいよ、いいよ。俺、変な話、その体罰の問題とか、はい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 、昔すごいあったりとかしてたけど、うん、ほんまに親公認やったら何してもいいと思う。やっぱり未成年は親の保護下にあるわけやから。まあ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 、まあね、まあね、それはあるかもね、うんうんうん、ぶっちゃけありやと思うし、それやりすぎは良くないと思う。俺は、なん不幸自慢するつもり全くないけど、うんうんうん、だけどやっぱめちゃめちゃいじめられてて、だからこそ今があるかなって思う。多分今30だからこそ思うけど、16歳のこの人どこなんか分かんないけど、すごい嫌だったと思うけど、うんうん、でも本当に年取った時に絶対人にめっちゃ優しくできると思う、うんうん、俺は今現時点でコメントでいじめられてるから。はい、あと30秒、30秒ね、そうだ、30秒、うんうん、なんか今日、俺のこと好きっていうコメントなかったね。みんな俺のこと嫌いなんかな。ねえ、シュウヤピーは大好きみたいなコメントいっぱいあったので、ね、いや、嬉しい、ありがとうね、ありがとうね、うん、ありがとうね、うん、まあ、また次回いろんなこう、深い話、もう次はもうどうする、もう笑いなしの会にしようか。なんかね、全然真面目な話90%、いや、むしろ真面目な話も同じぐらい得意やからね。いや、ほんとほんと。はい、ということでね、もうあと6、5クラブ AJ、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。この番組は